新型肺炎、犬や猫に感染させないよう注意を、東京や北海道の獣医師会が、飼い主が新型肺炎になった場合、犬や猫に感染させないように、接触を避け、マスクを着用するように要請をいたしました。この新型肺炎においては、犬や猫への感染は、 これまでのところ確認されておらず、媒介することもないとされておりますが、今後、ウイルスが突然変異を起こす可能性もございますので、犬や猫などのペットを飼われている方は注意をしていただき、また万が一飼い主の方が感染した場合は、 世話をする方がいなくなってしまいますと、ペットが危険にさらされますので、誰かにペットを預けられるように、今のうちから準備していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。